グリーンランド語、グリーンランド語は、エスキモ・オアレウト語族の言語の一つ。デンマーク領グリーンランドのカラーリット、グリーンランド・イヌイットによって話されており、カナダのイヌクティクット語などと同族である。イヌクティクット語のうちグリーンランドで話される、初方言を、グリーンランド語と呼ぶことと、イヌクティクット語の一方ことのカラーリット語を、グリーンランド語とココトとがある。義のグリーンランド語は、 西方ことのカラーリット語、東方ことのトゥヌミート語、北方ことのイヌクトゥン語があり、和社数ではカラーリット語が約5万7千人と群を抜いており、他のエスキモアレウド語族の全言語の和社よりも多い。学校などで学習するのはこの西方ことである。グリーンランド語はグリーンランドで約5万7千人のカラーリット、グリーンランドに住むイヌイットによって話されている。 エスキモーアレウト語族の一言語である。イヌクティクット語などのカナダのイヌイット語と密接な関係がある。主たる方言であるカラーリット語。西グリーンランド語は2009年6月以来、グリーンランド自治療の公用語となっているが、これは植民者の言語であるデンマーク語に対抗して、グリーンランド語を強化すべく、グリーンランド政府によって行われた運動である。第2位の方言は、 トゥヌミート語ないし東グリーンランド語である。グリーンランドのトゥーレのイヌイット語である。イヌクトゥン語もしくは極地エスキモーは最近の到来であり、イヌクティット,ト語の一方ことである。グリーンランド語は複統合的言語で語根と設備字をつなぎ合わせることによって長い単語を作ることが可能である。その携帯統合的アライメントは脳核型であり、自動詞の項。 主語を他動詞の目的語のように扱う、格標識するのに対して、他動詞の動作種、主語を区別して扱う。名詞は8つある格の1つと所有に応じて、屈折する。動詞は8つある方と、主語及び、目的語の数と認証に応じて屈折する。名詞、動詞ともに複雑な派生形態論を持つ。他動詞説における基本的な語順は、主語目的語動詞である。 私の従属は特別な従属法を用いることでなされる。いわゆる四人称の範疇によって、異なる死語を持つ主説と従属説との間の転換指示が可能である。グリーンランド語は、文法的時制の体系を書くことで著名であり、時間的関係は普通文脈によって、昨日や今といった時間的障子を用いてか、時には異なる動詞の意味論的や口音数あると思つ。 アスペクト的な意味のある名設備字、または設字の組み合わせによって示される。しかし、グリーンランド語では未来時世の標識が義務的であると提案する言語学者もいる。別の問題として名詞の方合があるかどうか、すなわち名詞語根を含む複雑な述語を作るプロセスが本性上派生的なのかどうかがある。新しい概念や技術を受け入れる際、 グリーンランド語は通常信号、グリーンランド語の古今から構成するが、現代グリーンランド語はデンマーク語及び英語からも多くの借用をしている。グリーンランド語は1700年代に始まったデンマークによる植民地化イライラ天文字で書かれている。最初の聖書法は1851年にサムエル・クライン・シミットにより考案されたが、それから100年のうちに数々の音変化のために、 話し言葉から著しく異なってしまった。1973年に行われた広範な聖書法改革によって学習しやすくなった文字はグリーンランドの識字率の増大をもたらし、今日では世界でも最高水準となっている。グリーンランド語は1200年代にトゥーレの民の到来によってグリーンランドに持ち込まれた。それ以前の錯覚文化や同セット文化でどんな言語が 話されていたかは知られていない。グリーンランド語の最初の記述は1600年代に遡り、1700年代初めのデンマークの宣教団の到来とデンマークによるグリーンランドの植民地化の始まりに伴って辞書の編纂と文法の記述が始まった。宣教師、パウル・エイ・イエゼは1750年に最初のグリーンランド語辞書を1760年に 最初の文法を書いた。1700年代のデンマークによる植民地化から1979年のグリーンランドの自治会史までグリーンランド語はデンマーク語からの増大する圧力を経験してきた。1950年代にはデンマークの言語政策がグリーンランド語をデンマーク語で置き換えることに向けられた。うち第一に重要だったのは初頭以降の教育と 公的な職務がデンマーク語で行われたことである。1851年から1973年までの間、グリーンランド語は宣教し、言語学者、サムエル・クライン・シミットによって考案された複雑な聖書法で書かれた。1973年に新たな聖書法が導入され、クライン・シミットの時代以来顕著に変化していた。 話し言葉の標準に書き言葉をより近づけることが意図された。この改革が功を奏し、それ以降の年にはグリーンランドの識字率は押し上げられた。グリーンランド語の勢力を強めたもう一つの発展は1979年の自治合意に始まるグリーンランド社会のグリーンランド化政策であった。この政策はグリーンランド語を教育の公的な言語とすることで それ以前にあったグリーンランド語を周辺化する傾向を逆転させる働きをした。グリーンランド語が初等教育で使われる唯一の言語になったという事実は今日グリーンランドにおいてデンマーク語を話すモノリンガルの両親が子供をデンマーク語とグリーンランドのバイリンガルとして育てることを意味している。今日、グリーンランド語は専用のニュースメディアをいくつか持っている。 グリーンランド国営ラジオキャラリートヌナータラジオアは、グリーンランド語で、テレビラジオ番組を提供している。新聞セルミッチック氏は1958年以来、発刊されており、2010年に、タシアッチキャックドルトット、グランランドスポソンと合併して、セルミッチック AG 社となっている。この AG 社は早くも1861年に、グリーンランド語の独立した大きな出版社を作るべく、 設立されたものである。2009年6月以前には、グリーンランド語は、グリーンランドにおける公用語としての地位をデンマーク語と分かち合っていた。この実験以来、グリーンランド語は単独の公用語となっている。このことによって、グリーンランド語は、アメリカ先住民諸語の中で、純独立国の単独の公用語として、法によって認められている、ただ一つの例となっている。 それにもかかわらず、グリーンランド語は未だに国際連合教育科学文化機関、ユネスコの危機言語レドブックによって脆弱な状態と評価されている。グリーンランドの識字率は100%である。西グリーンランド語の標準が支配的になっていくにつれて、ユネスコの報告はその他の方言を危機とラベル付けするようになり、現在では法令が 東部グリーンランラド方言を保護してていいるる。とみなされているカラーリット語並びに、その他のグリーンランドの方言は、エスキモーアレウト語族に属し、カナダとアラスカのイヌイット語と密接に関連している。前説の図は、グリーンランド語の3つの主要方言を含む、様々なエスキモー語の配置を示している。最も有力なグリーンランド語の方言は、西グリーンランド語、カラーリット語で、 グリーンランドの公用語となっている。カラーリット語という名前はしばしばグリーンランド語全体をカバーする用語としても用いられる。カーナーク市近郊で話されている北部方言のイヌクトゥン語はとりわけカナダのイヌクティトゥット語に密接に関連している。アンマサリク島及びイトコルトルミット近郊で話されている東部方言のトゥヌミート語はグリーンランド語の諸方言のうち最も革新的で、 西グリーンランド語に比べてもかなりの程度同化した死因連結と母因連続を有している。カラーリット語はさらに4つの解放言に分割される。ウペルナビク周辺で話されている一つは東グリーンランド語に一定の類似性が、これはおそらく以前の東部グリーンランドからの移民のためである。第二の方言はウマナックとディスコアンの一体で話されている。標準語は 北は、シシミュート、ヌーク周辺から、南は、マニーンツ奥までで話されている中央カラーリット語、中央西部グリーンランド語に基づいている。南部カラーリット語は、南のナルサーク及びカコトック周辺で話されている。表は三つの主要方言で、人間にあたる語の発音の際を示している。北部方言が、最も保守的で、西部方言では省略されている GH を維持しており、 東部方言は最も革新的で、N をも省略することで構造をさらに単純化している。エスキモ・オアレウト語族及び、チュクチカムチャツカ語族の専門家である、マイケル・ホーテスキューは、ランゲージ・リレーションズ・アクロス・ブリング・ストレイにおいて、ウラル書語、ユカギール書語、チュクチカムチャツカ語族及び、エスキモ・オアレウト語族のつながりを論じている。彼は提唱した、このまとまりを、 ウラルシベリア語族と呼んでいる。スラッシュで挟まれた文字は音素表記、角括弧で挟まれた文字は音声表記、三角括弧で挟まれた文字は標準的なグリーンランド語の聖書法を示す。からなる、グリーンランド語の三母音体系はエスキモアレウト語族では典型的である。二倍母音は二つの網羅に分析され、音音音論的には母音連続であって、 超母音ではない。聖書法でも二つの母音として書かれる。この言語にある唯一の二重母音はで単語の末尾においてのみ現れる。公外推進員の前では、は、異音的にもしくはとして、または異音的にもしくはとして実現し、この二つの母音は、それぞれいい、おうと書かれる、ケチワ語やアイマラ語と同様、同じ環境では、語絶化してになる。 心音の前では遠心化してになる。二つの絶頂音の間では、前絶化してになる。口外水シ音ンの前におけるとの異音的低めは、現代の聖書法では、口外水音の前でと、それぞれ、と書くことで示されている。例として、グリーンランド語のシ音ンは五つの超音点を持つ、唇、歯茎、口郊外、軟口外、口外水である。 音素的な優勢無性の対比は持たないが、むしろ閉鎖音か摩擦音かで区別する。グリーンランド語では唇、死刑、難口外、口外水の超音点で、閉鎖音、摩擦音、微音を区別する。かつての口航外摩擦音は、少数の方言を除いて、すべてに融合している。紳士摩擦音は、釈用語においてのみ、対照的である。死刑閉鎖音は、 前下高母音、愛の前では、破殺音として発音される。しばしば、デンマーク語の借用語は、例えば、ビールや、神のように、デンマーク語の優勢閉鎖音字で書かれるが、グリーンランド語ではこれらの閉鎖音は正確にとして、すなわち、と発音される。カラーリット語の音節は単純であり、V の音節を許す。ここで C は、C、V は、母音で、 VV は2倍母音、または、ご松のである。本来語の語道に立ちうるのは母音、またはだけであり、ご松は止まれにだけである。死因連結は、音節境界上にだけ現れ、その発音は逆行動化に従い二重死音に変わる。クラスタにおける、ビオン以外の全ての死因は無性である。グリーンランド語の音率は、自律的範疇としては強制を含まない。 その代わりに、陰律が成長及び持続時間のパラメータによって決定される。抑揚は、音節の重さ、長さによって影響され、重い音節は、強制として知覚されうるような仕方で発音される。重い音節とは長母音を含む音節と、子音連結の前の音節である。4音節以下で長母音、または子音連結を含まない単語では、最終音節が強調される。 四音節より多くそのすべてが軽い音節である。単語では、最後から三番目の音節が強調される。多数の重い音節を含む単語では、長母音を持つ音節の方が、子音連結の前の音節よりも重いものとみなされる。二重子音は長く、ほぼ正確に、単子音の二倍の持続時間で発音される。直接法の節における抑揚は、通常、 最後から3番目の音節で上がり、2番目の音節で下がり、最終音節で上がる。疑問の抑揚は、最後から2番目で上がり、最終音節で下がる。グリーンランド語の音韻論は一連の同化現象によって、他のイヌイット語から音韻論的に区別される。グリーンランド語の音韻論は、詩音連結を許すが、2つの異なる詩音からなる。 連結はその前者が出ない限り許されない。連結の第一シーンは常に第二シーンに同化しており、結果として二重シーンとなる。二重化した派と発音されと書かれる。二重化した派と発音される。二重化した派と発音される。二重化した派と発音される。二重化した派と,と発音されと書かれる。和の後ではとも発音されそう書かれる。こうした同化の意味するところは、 最もよく知られた、イヌクティクット語の単語の一つであるイグルー、家が、グリーンランド語ではいるであり、イヌクティクット語のという死因連結が同化して、無精子計測面摩擦音になるということである。そしてイヌクティクットという単語それ自体、カラーリット語に移されると、イトナットットとなる。コグリーンランド語の二重母音は同化してとなっている。死因は、トマタワトに挟まれるとき消失している。 これは、つまり場、またはシックスで始まる節字話に終わる語感に、設備される時のない形をとるということである。現代グリーンランド語の母音は、エスキモー・アレウト・ソ語の母音・アイトとの、歴史的融合の結果である。第四の母音、のこと、はコ・グリーンランド語ではまだ存在していたことが、ハンス・エイエゼによって証言されている。現代の西グリーンランド語では、本来あった、 この二つの母音の際は特定の環境において、携帯をインドン的に識別されるのみである。本来であった母音は別の母音に先行する、時にはという変種を持ち、特定の設備時の前では消失することがある。死因連結の同化が発生するその度合いは、現在でも二重化しない、若干の死因連結を許している極地へスキモ本語、イヌクトゥン語を、西並びに、 東グリーンランド語から分離する重要な原的、特徴である。東グリーンランド語、トゥヌミート語は例えばカラエのように、いくつかの二重シーンを移行させている。トゥヌミート語では例えば、カラーリット語なら、エレクコートアミットになるであろう街の名前が、イートコートロミトとなっている。グリーンランド語は、ラテン文字で書かれる。使われるアルファベットは、他の言語、特に、 デンマーク語及び英語からの借用語の綴りには、追加的に B、C、D、X、Y、Z、W の文字が使われる。グリーンランド語は引用符として、と、の記号を用いる。1851年から1973年までの間、グリーンランド語はサムエル・クライン・シミットによって発案されたアルファベットで書かれていた。このアルファベットは、 クラーという特別の文字を用いていたが、これは1973年の改革で、急に置き換えられた。クライン・シミットのアルファベットでは、超ボインと二重シーンは、母音の上にダイアクリティカルマークを乗せることで示された、シーンの二重化の場合は、そのシーンに先行する母音の上に、ダイアクリティカルマークが置かれた。例えば、キャラリーとニューノットという、この名前は、カラドリとニューノットと綴られた。 この方式では、極アクセントは長母音を表し、A アクセントは、後続するシーンの二重化、A、I、U、そして著者によってチルダ、または重アクセントが母音の長さと後続シーンの二重化を同時に示していた。グリーンランド語では、A と O の文字は、R と Q の前でのみ用いられ、現在では、ER、EQ、OA、e、OC と書かれている。 カナダのラブラドール地方北東部ヌナーツヤブトで話されているニューナッツキャベミチャット、イヌクティクト語のカナダ方言の一つの綴りの体系は古いグリーンランド語の体系から派生している。専門的にはクラインシミットの聖書法は形態論に焦点を当てたものであり、同一の派生説字がたとえ異なる文脈では別用に発音されるとしても同じように書かれべしとしたものである。 これは1973年の改革で音韻体系に総用を置き換えられ、これによって書かれた形から発音へのつながりが明確になると同時に、同一の設備字が異なる文脈では別様に書かれている。この違いは音韻変化によるものである。したがって、旧正書法から新正書法に移行することは容易であるが、オンラインの変換期を見よ。 逆の方向は完全な語彙分析を必要とする。すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。人間は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を持って行動しなければ、習い、世界人権宣言第一条。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。